はですね、私のこのおめでたいためにですね、特別な方がいらしてくださいます。ね、観音様っていうのはね、男でも女でもないんですよ。仏様っていうのはね、性がないのね。そしてね、今日ここにね、生きた観音様がいらしてくださいます。どうぞ観音様お出ましください。観音様でしょ。長崎の皆様、ごきげんよう。私はただいまご紹介に預かりました仲間由紀恵でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私ね、昨日、はい、一足先で申し訳ございませんでしたけれどもね、瀬戸内寂聴祭典を拝見に上がりました。ありがとうございます。素晴らしくてね、私ところどころね涙ぐみそうだったんですけれどもね。っていうのは存じ寄りの方のね、はい、いろんな写真とかエピソードがずらりと並んで、はいはい、明治の後半から大正昭和初期というのは本当に古き良き時代っていうんでしょうか、文化が乱熟した時代で、はい、その頃の聖なる怪物と言われたようなね、いろんな方たちが私の共通のね、まあ、三島由紀夫さんだったり川端康成さんだったりで、ロマンの塊みたいでね、でいい時代を生きてらしたんだなと思って、私はこの世で生きた間に、ね、今もおっしゃったようにたくさんのね素晴らしい人たちとお付き合いしたんです。本当にね、男の人も女の人もね、お年寄りもね若い人もね、もうこれはと思うようなね素晴らしい人とね本当に仲良くしていただいたんですよ。でその中でね、この観音様なんてね普通はねお付き合いできないでしょ。それがね私とはねとても仲がいいんですよ。不思議でしょ。でそれもね、なんか前世の因縁か何か知りませんけどね、ふとしたことからね仲良くなったんです。それで、あれはね、私覚えておりますけどね、はい、インタビューとして、はい、私のマンションの方へ、はい、お尋ねくださったんですよね。はい、あの時はいろんなことをしてたんですけど、有名な人のところへ訪ねて行って、その文章をね書いたりしてたんですよ。それでね、宮さん、あの時はまだ丸山さんって言ってたんです。丸山明宏ね。その時にね、ぜひね行けって命令されてね、もう嬉しくてしょうがなくてね、新宿でね、もうね舞台に立ってらしたね。そうです。その時でちょうどよちょいとまけの歌があった、ね、そうです。着物でね、はい、もう本当に美しかったの。うっとりしてね、それですぐ新宿だったと思うんですけどね、割合近いところのね、そのアパートにね、はい、住んでらしたの。そうです、ね、よく覚えてらっしゃいますね。一間のねアパートでね、 その真ん中にね天蓋付きの、ね、ベッドがダブルベッドがドーンとあるの。まあやそう、それでね、その入り口を叩きっていうんですか、ね、はい、その狭い叩きにね、もう綺麗なね、もう七色や黄色のね、靴がですね、もうびっしりあるの。それ全部ね、三輪さんの靴なんですよね。で、わあ素敵だなと思って、その靴をまたいで中へ入ったの。そしたらね、普通押し入れがあるでしょ。その押し入れがね、グリーンのね、ビロード。ね。そこまで覚えてらっしゃる。全部グリーンのビロードでね、全部ね、覆ってあってね。それでね、中を開けてくれたらね、こんな大きなね、黄色のね、お位牌みたいなのがずらーっと並んでるの、仏様が。仏様。すごいんですよ。それでね、兄弟があってね、その兄弟をもうはっきり覚えててね、あれは小さいの。小さいけど、まあ、お部屋が小さいからね、小さくないと困りますよね。それで、小さい兄弟があるんですけど、その兄弟の上にね、もう化粧品がずらーっと並んでるのね。それでね、
ああ、こんな小さい兄弟からね、あんな美しい人が生まれるのかと思ってね、もう私はつくづくね眺めたんですよ。でその時にね、もう初めてお会いしたのにね、もうなんかずっと昔からのお友達のようにね、いろんな話をしてくださってね、もう私は今はねまだね、この程度だけどね、今年の終わりにねすごい男の人が現れてね、私に夢中になる人が現れてね、その人のおかげでね、私はね来年の正月からねとても有名になるのとおっしゃったので、私はね、ほう、そうですかって、その時はねそうぼんやり聞いてたんです。その通りになったのだから、すごいですよ。何かねそういうね、あの人を占うね力があるのね。ね、そうでしたね。でもまあよく細かいところまで覚えてらっしゃいますね。あれね、全部部屋中ね茶色とねグリーンのビロードを全部貼っておりましてね、はい、ちょうどあの寺山修司さんとね、はい、アングラを始めようということで、はいはい、劇団あの寺山さんが私のためにお芝居書いてくれましてね、はい、でそれがちょうどその後で大当たりを取りまして、はい、でちょうどあのあれは酔いと負けの歌が大当たりした後だったんですね、はい、で私昨日の展覧会にもね、はい、あの女徳っていうのが書いてありましたでしょ、はい、あの女徳をあの雑誌にね連載で、はい、あの週刊新潮に連載してました、ね、はい、あれをね読み始めたのが瀬戸さんの作品の最初の接点なんです、はい、私女の徳って女徳で、あれはあの祇王寺の尼さんの物語でしたでしょ、ね、尼さんのような実在の方で、はいはい、であの方はそうなるまでに波乱万丈で、ね、色盛り女盛り で、はいはい、でそういったことを経て尼さんにおなり、はい、とそして今考えると瀬戸内さんがそれを暗示したような生き方なさってたでしょ、はい、で今徳を積んでらっしゃいますよ、はい、人々を身の上相談でお救いになって、はいはい、だからそこから私お付き合いが始まったっていうのも何かとても因縁のような気がいたしますけどね。女徳という題はね、あの川端康成さんがあの私の小説をね、あの批評してお手紙下してね、ええ、それであのこれあの夏の終わりなんですけどね、あのこれはあの女徳だって、あの女の 徳だってね書いて下したんですよ。それで私はね大きな、ね、言葉だなと思ったからね、あのその週刊誌の注文が来た時にね、お手紙でね、あのその今度あの初めてね週刊誌の連載が来ましたから、その第にね先生がお使いになった女徳というのをね使わせていただいていいですかっててね、あの伺ったんです、ええ、そしたらね、あもうお使いなさいって言って、しっかりお書きなさいって言ってくださったの、それでね女徳っていうのね使ったんですよ。あの大きな題でしょ、なんとなくね、でも暗示のような気がいたしますね。ね、それでね、あれあの非常にね読むとだんだんエロティックになるでしょ。それで ね、 あのねあの警察からね何かね、そういうね作家のねエロっぽいのね忠告が来たんですよ。それでね女徳も入ったんですよね。それでね、あの新潮の人がね、まだ戦時中のあの検閲みたいなのが、うん、それでね、これのどこが悪いんですかって言ったんですって、そしたらね、これはね他の人の小説と違ってね、どこって言えないところが怪しいって言って読むとなんとなくねモヤモヤするので、それがねケチコロンって言ってのが起こってきたんです。戦時中じゃありませんか。でもね、あのちっとも筆を緩めないでね、あの終わりまで行きました。いろいろとそうやって不思議なことがあってね、あの源氏物語をね、はい、あの昨日展覧会で、はい、あの素晴らしい電車の美しい絵といいね、はい、ちょっと感慨無量だったんですけれどね、はい、源氏物語をね、書き出した70の時から、あのそうです、もう出家してましたね。それでね、もう70からね、あんな大きなことをね、あのよくしたと思います、ね、それでもう大変ね、あの売れたんです、それはものすごいね、あの谷崎さんとかね、はい、あの演じさんなんかもね、はい、お書きになったけれども、はい、私はやっぱり瀬戸内さんの源氏物語が、はい、ベタだと思っております。 ありがとうございます。またでもね、あの最近ね、私よりもうんと若いね、あの作家がね、女の作家がね、やっぱり新しい芸人も
語りを書こうとしてるんですよ、ね、ちょうど私が書いて20年になりますからね、はい、それはそれでいいと思うんです、ねね、園児さんの時はね、もう園児さんがとってもね、あのご自分の家にものが素晴らしいと思ってたからね、他の人が書くの嫌なのね、それでね、あの川端さんが書いてるらしいってね、噂が入ったんですよそしたらね、怒ってね、あんなにノーベル賞もらってね、甘やかされる人がね、源氏物語書きますかなって言ってね、もしも書いたらね、私はね、あのすっぱだかになってね、銀座通りをね、逆立ちして歩いてやるっておっしゃったね、もう誰も見たくないですよね、もうね、70時間に演じたのね、裸で逆立ちで見たくないけどね、そうおっしゃる、それくらいね、そのご自分のあのいや、あのそのね、源氏物語をね、あの立派だとね、あの本当に立派なんですよ、そういうふうにね思ってらっしゃる。だから作家なんてやっぱりね、自分の書いたものが最高だと思わなきゃね、書きませんよね。でもまあ作家の世界といい、あの科学者の世界といい、まあ、政治家の世界といい、もう本当に人の世っていうのは、うね、妬み、嫉み、僻みの塊ですからね、うんうんうん、それをどういうふうにバッタバッタとね、うんそうです、処理しながら生きていくかということで、分断というところは特にそうですしね、遠藤周作さんなんてね、うん、君は天草四郎生まれ変わりだと言うけどね、じゃあ俺は何なんだっていう、あんた 豆だ抜きでしょって言って何言ってんだっつって、君は天草四郎で俺が豆だ抜きってことがあるかっつって、でも遠藤さんもいい人でしたね。おかしい人でした。本当におかしい人でしたよ。ね、でも真面目な方でね。あちこちにね、声色使ってね、いろんな声色使って他人のふりしてね、いたずら電話してくださるんですね。おかしいな。まあいろんなあの時代のね、天才たちって言うんですか。そういう聖なる怪物がね、あの大正明治から大正昭和初期のね、戦争が始まる前までのあのロマン文化道、これがね、あの方たちとか瀬戸内さんにそのまま移り画としてね残っててね、それが私大好きなんですよね、でも、それがね、戦争が始まる、どん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 なくなっていきましたでしょ。まあどう思いになりました、あの知性の残差加減、だってね、美人画という美人画全部禁止でしょ、全部東郷誠司さんなんかも筆を折らされて、岩田仙太郎さんも田舎に引っ込んでて戦争画以外描いちゃならないと、で協力した人は結局戦後、マッカーサーに追放されて、公職追放になりましたでしょ。大変でしたね。そして、だってね、バイオリン、適正用語だから使っちゃならないって言うんですよ。バイオリンを何て言ったらいいんです?じゃあ何て言ったらいいんですかってその軍人に聞いたら、ひょうたん型糸こすり機。バカでしょ?でもね、今ね、だんだんとあの時代にね、似てきてるんですよ。ね。ね、だからね、このまんま行ったらね、やっぱりね、あの作家には書かすなとかね、この作家にはこういうものを書けとかね、そういう世の中になると思いますよ。だからね、私はね、本当に怖いと思います。だって、なりかけてるじゃありません。だって、沖縄の新聞社、ね、2つとも潰した方がいいとか、圧力かけるには、ね、あの経団連に頼んで広告を回させないようにすると、戦時中と同じことをやり始めてると思いましたよ。だって自衛隊をね、自衛隊員だって日本国民の一人ですよ。妻もいれば子供もいる、親もいます、家族もいるんですよ。私いいもんに言って知ってますからね。それを軽々とね、大体日本がね、第二次大戦の時代の意識のまんま止まってんですよ。でもね、少し前はね、この世の中を変えましょうなんていうね、英雄みたいなのがいたでしょう。今はそういう人が一人も出ないでしょう。これどうしてでしょうね。自分の身を守ってるからかしら。今ね、結局選択肢が広がりすぎたんですね。で今恋愛しない若い人たちが増えてますって言いますね。
そう、恋愛しなくても夢中になれるものがある。スマホだとか、うん、iPhone であるとかね、あとはテレビゲームであるだとか、いろんな、ね、趣味だとか娯楽がね、前みたいに、うん、私たちの時代は活動写真、つまり映画しかなかったんですよ。あとラジオがあって、レコードプレイヤーを合ってる人はもう持ってる人は少なかったんですけども、それぐらいで、あと娯楽とかそういうものがないから、だから恋愛とか読書とかそっちの方へ行きましたでしょ。今は読書なんて本も読めないっていう、つまりそういうふうに選択肢がね、多岐に広がりすぎちゃったから、ですからエネルギーを分散するわけでしょ。でしかも音楽もメロディーがないんですよ。でリズムが全部同じ、2ビート、4ビート、8ビート、16ビート。だから私たちの時代はワルツがあって、タンゴがあって、ハバネラがあって、ビギンがあって、いろんなリズムがありましたでしょ。メロディーが美しかったじゃありませんか。ね。だから民謡でも何でも、まあ長崎にも民謡ありません。長崎名物畑ぼんまつり、秋はお世話のしゃぎりで、宇治港がぶらぶらぶらりぶらりと言うたもんどいちゅう。被爆から70年の夏、長崎市で行われた今回の対談には2000人近い観客が2人の言葉を聞きたいと全国から集まりました。開演前には悩みの相談を受け付けるコーナーが設けられました。その一部に2人が答えます。まず60代女性の方です。老いの恐怖が始まりました、どう生きていけばよいでしょうか、というご質問。その方おいくつ？60代女性の方です。60代だったらまだ老いなんてそう考えない方がいいんじゃないですか。あのね、人間はね、あの生まれた時その瞬間からね、老いに向かって生きていくんですよね。だからいつまで経ってもね、老いないっていうのはそれおかしいんだよね。この方なんかちょっとおかしいのよね。申し訳ございません。年を取るのは当たり前なんですね。人間はもうね、老いるために生きてるんですからね、そして最後は死ぬために生きてるんですからね、そういうことはね、やっぱりね、あるところでも覚悟した方がいいですね。だから私のようにね、そのね、甘さになるとは言いませんよ。なったってね、なったって甘さになったって老いるんですからね、死ぬんですからね。私今度で病気しましたでしょ。もうね、もう痛くて痛くてしょうがない病気だったんですよ。で私は少なくともね、甘さんとしてね、そんなね、褒めた甘さんじゃないけどね、まあね、普通のお坊さんよりはね、ちょっとね、一生懸命してると思ってたんですよ。それでね、いざとなったらね、仏様が守ってくれると思ってたの。ところがね、痛くて痛くてね、ちっともね、守ってくれないのね。それで、ね、その時ね、神も仏もあるものかと思いましたよ。本当、もしもね、病気が治ってね、皆さんに会ったらね、皆さん神も仏もありませんよとね、言ってやろうと思ってたの。そしたらね、そのね、病気の最後の方にね、もうね、退院してもいいっていうね、言いかけた時にね、癌があるってね、分かったんですよね。でそれはね、胆のう癌っていうんですけどね、それね、もうね、袋ごと取ってもらったのね。だから今がんはないんですよ。袋ごと取ってもらったかないんだけどね、その時にね、私はね、あ、やっぱり私は仏様にね、守られてるのかなと思ったんですよ。それで、ね、知らなかったらね、だんだんね、ひどくなってね、もうそれは今頃ね、もう死んでるかもしれないんですよね。ね、私はね、もうね、しょっちゅう考えが変わるんですよね。もう本当に、ね、だらしがないくらい変わるんですけど、今思ったのはね、そういうことでね、皆無仏もないと思ったけどね、やっぱりあったっていうのがね、今の私の考えなのね。それで年を取るのはね、もう怖がることね、もうみんなね、ここにいる皆さんね、もう若そうな顔してますけどね、もう相当な年だと思うのね、若作りだと思うんですよね。
それはね、本当の年寄りね、必ずなるのね。だからね、自分だけがね、年寄りにならないっておかしいのよ。こういう人はおかしい人なのよね。だからね、普通だとね、もうなるんです。だからね、みんながなるからいいじゃないですかね。だから、あ、年寄りになりましょう、仲良くなりましょう。それでいいと思います。100歳の祖母が亡くなり、遺産のことで親族で揉めております。みんなに悪意はなく、誤解や言葉の言い回しで感情がもつれ、以前のような付き合いができなくなりました。このようにもつれた人の感情を元に戻すことはできるでしょうか。元に戻す必要ないんじゃないですかねえ。そういう結果が出るということは、それぞれにそういう事情や資質があったということだから、それが一度に表に現れただけで、今までが建前だったんですよね。だから本音が全部出てきたわけだから、だからそれだったらもう一層割り切って、本音のところはずっとこういうふうで、こういう人はこういう考え方で、この人はこういう資質の人だったんだと、でそれが初めて露呈されて分かったと。でそしたらすっきりしていいじゃありませんか。でそれなり のお付き合いをしてればいいわけですからね、でそれをやっぱり心情的に感傷的になってね、また昔の仲良くてね、とにかくいろんなものがね全部うまくいって、コマーシャルのね、おじいさんおばあさん、それから孫からね、お父さんお母様みんな和気あいあいとして、新しいマイホームの前でニコニコしてるってコマーシャルありますでしょ。あれはみんな役者さんなんですよそうなんです。あんなのはみんな夢幻でね、でお疲れ様ってバラバラになったらおしまいなんですよ、ですから血のつながりは関係ない。だからその親戚一同もみんなその血のつながりというか血縁だとか、いろんなもので自分にも権利があるとかいろいろ言ってくるわけですよ。でもそれはもともと別な人間なんですよ、それぞれが。だからそこへ普通必要以上にベタ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 した、でそういうふうな感情とか、身内だからこうやって仲良くすべきとか、そういうふうに考える方がおかしい。だから親戚一同とかなんとかも、その観念でね、親しくなってベタベタとというふうな意識をお捨てになれば、精神的なものは解決しますよと思いますけれど。父が治療法のない不治の病にかかっています。家族はどうやってサポートすればよいのか。生への希望を持たせたいと願っていますが、病気が治らないと分かっているだけに虚しく感じないか、言葉に詰まるこの頃です。もうね、病気でね、もう治らないってお医者さんに言われてるわけでしょ。それで実際に治らないと思ったらね、もうね、言葉なんかね、かけるよりもね、もうもう肉体の、ね、スキンシップなんですよね。だからね、そのお父さんのね、手をね握ってあげるとかね、背中をさすってあげるとかね、もうできるだけ触ってあげることだと思いますよ。で言葉なんてね、平たに言うとね、お父さんかわいそうね、もうすぐねなんて言っちゃったら困るからね。だからね、もう言葉なんかよりもね、本当にね、お父さんね、気の毒ねってね、もうすぐよってね、心で思ってね、それをね、その手でね、表してる方がいいと思います。言葉はね、うっかりねした言葉言ったらね、間違ってくるね。だから本当にね、こんなに早くね、亡くなるのって、お父さん本当かわいそうねって、よくしてくれたわねって、私はまだ高校ねあんまりしてないのに、もう本当にねすいませんねとね、心で思ったことをその手に表す、それが一番いいと思いますね。もう本当に今おっしゃった通りですよ。もうそれ以上何も付け加えることはございません。本当にそうです。人間 のハンドパワーっていうんですか、でこれは本当にすごいエネルギー持ってますし、それは生徒さんのおっしゃる通りなんですよ。やっぱり93年間
生き延びてらした方のお言葉はその通りですよ、ね、結婚相手を決めるポイント、本質の見抜き方を教えてくださいということなんですが、寂聴先生からよろしいでしょうか。もう一度、結婚相手を、結婚相手を決めるポイント、本質の見抜き方。そんなことしてもうそろそろどうかしてるんじゃないのでだって行人いたら行人なんか好きな人って違いますよね。だから自分の好きな人をその結婚相手に選んだらいいんじゃないですか。この人が結婚相手にいいなんてことないんですよ、ね、お金もちろん息子さんがいいなと思ったって大体それは頭悪いですよねだからね、そのやっぱりその本当に好きになる人と結婚するのが一番いいと思いますけどね、どうでしょうか。いや、私ね、結婚そのものが結婚イコール幸せっていうのは食わせもんだと思うんです。結婚して幸せになります、結婚して幸せになってください。結婚して幸せになった人が何人います一人でいれば十分幸せだったのに結婚したために不幸になった人いっぱいいるじゃん。ですよ、それはね、中には間違って幸せになった人もいますよ。宝くじに当たったみたいなもんですよ。そりゃそうですよ。だってね、結婚式って何のためにあるか。恋愛は自由とロマンと夢ですよ。結婚は現実だけです。だから結婚式っていうのは自由と夢とロマンの決別式だから白いお振り袖、白いウェディングドレス、あれは死に装束なんですよ。でこれからね、私は自分の自由も何も全部放棄します。これから夫のため、妻のため、子供のためだけの人生です。あとは現実のみですということの宣誓式が結婚なんですよ。ですから結婚してね、夢とロマンと自由をって、とにかく手に入れようなんてずうずうしいですよ、そんなのそうです。子供は、はい、結婚しないと日本でも子供がそのね、自治のない子になるでしょ。それはどうですか。だから子供が生まれたらもう自分は全部死んだと思って、子供のためだけの人生を歩むべきですよね。ええと思いますよ。でも私はできなかったから子供を置いて出てしまったんですけどねでもこれは私ね、皆さんに絶対勧めませんよ。後でね、やっぱりね、後悔します。私ね、この93まで生きてね、何にも後悔しないんですよね。男がこう変わってもね、もうそれはお互い様だと思って、ね、後悔しない。だけどね、子供を置いて出たっていうことはね、やっぱりね、今でもね、ちょっとね、困ってるんですよ。だからね、もうね、そこにまた孫ができて、ひ孫ができてるんですよ。だけどね、なんかね、やっぱりね、子供って育てないとね、子供じゃないですね、はい、もう育てないとダメだからね、私はそのね、もう4つから育ててませんからね、今も合ってるんですけどね、合ってるんだけど、なんとなく他人行儀ですよ。どうなったりできません、なんか瀬戸内さんのお子さんも瀬戸内さんに引き取られて育てられなかったから、かえって幸せだったかもしれないですよね、そういうこともあるかもしれませんよね、今でもね、向こうはなんかね、来るんですけどね、こっちが遠慮してね、あ、なんかいらっしゃいってふうな感じでなんか遠慮してる、ね、まあでも出入りするようになりましたけどね、だから結婚自体に対するね、考え方を、夢だロマンだって言って結婚作業に踊らされてね、そういうふうに考えて結婚をあでおろそか選んじゃいけないと私は思いますね、ありがとうございました。対談、瀬戸内寂聴、三輪明宏、二人の話はお互いの宗教観から美しさへのこだわり、人生のアドバイスへと広がります。
ただ心理がね、三輪さんのねお経をね聞いたことがあるんです。もうね声がいいでしょ。それでねもう堂々としてお経が言ったら本当に横にいたらねうっとりするのよ。もうね素晴らしいねあのお経ですよ。だからね、あれよコツがあるんですよ ねお坊さんになった方がいいんじゃないかな。アマさんです。あのねいやこれはねどなたでもそうだけど全部それぞれ趣旨がありますよ。南無妙法蓮華経もあれば南無阿弥陀仏もある、南無大神遍照今後もあるし、まあ、それぞれ宗派によっていろいろだけども、でも一つ共通するのは拝んでる時に雑念ね一切取り払って何も考えないで本当にガラス玉水晶玉のようにもう本当に自分が綺麗な心の慈悲にあふれてて優しく頭を冷たくすぐ冷静的で決して感情的にならない、どんないかなる天変地異どんなことがあろうとも常に冷静沈着で、そして心は温かくて思いやりにあふれてて慈悲深くて優しい清らかく、そのバランスですよ。心は温かく頭は冷たくというふうに私は思いましたけど、いかがでございましょう。私はね本当に、ね、お坊さんになってしまったからねもう仕方がないからねお坊さんの勤めはね普通のお坊さんよりよく勤めてると思うんですよ、ね、いろいろやってますけどね。でもね本当にねもうね仏様がいてねこうもう助けてくれるとかね仏様がいい、ね、運を持ってくれるそうして思えないの。ところがねうちへねお参りに来る方がねもうよくね、がんになって死ぬかと思ったら治ったとかね、それからね娘がねもうなかなか結婚しなかったのにもう突然とってもいい縁ができてね、それでねここへねお参りに来てからねそれがねパッとね縁ができたとかね、それで、ね、聞くっていうおかしいけどね、ここのね寂庵の仏様はね本当にねよく聞いてくださるって言うんですよ。たくさんの方がで私それは偶然よと心で思ってるけどね、せっかく喜んでるのねそんな言わないで「ああそうですかじゃあ結構ですね」なんて言うんですけどね、うちにね祀ってるね仏様なんていうのはそのねちっとも、ね、素晴らしいね仏様じゃないんですよ。友達がねお金に困ってね古道具屋に勤めたんですね、それで その友達はちっとも売れないからねかわいそうだからね何か買ってあげようと思って行ったらねその仏様があったので、それがねうちの今ね一番拝んでる仏様なんですよ。ところがねあれはね木とかねなんか鉄でできてるでしょ、それはね仏様じゃないと思うんですね。だけどね拝んだらねたくさんの人が本気で拝んだらねなんかねそこにね魂が入るのね、それでね私はそれ信じないんだけどねここの仏様拝んだらね写経したらねこういうことがありましたこういうことがありましたって、ね、たくさんの方がね言ってこられるんですよ。だから私やっぱりねその人が一生懸命になってね拝むねその念っていうものがねやっぱりその仏様にね伝わってねその木造なりねその鉄の像に伝わってねそこにね命が通うのかなとねこの頃は思ってます、だから人間は自ら助けるものを助けてね、自分自最後に助けるのは自分自身ですよね、自分が自分を助けるというふうに思いますしね。皆さんねいろんな才能とかいろんなものに恵まれてて世の中に羨ましい人なんてね、誰もいないんじゃないですかって誰かいますかって言われて、で私はね別に才能も恵まれてないしドジだしねもう本当にお料理一つもできないしプライベートでは全くもうドジの連続で自己嫌悪になりますよ。ただし羨ましい人ってこの世に一人もいませんって言うんです。ああやっぱりすごい自信だって自信じゃありませんって。だってねこんなお小さい方からお年寄りまで65億点この地球の人口でまあいろんなことがありますわね、対人関係とか容姿容貌顔形だとか能力であるとかそれから病気であるとか病気ももういろんな病気があると、とにかくどれか一つでね苦しみ悲しみ痛み劣等感こういうものを持ってない人からこの世に一人もいませんよって。だからお互い様なのよって。
だからどんなにでも劣等感なかったでしょ、はい、劣等感なかったでしょ皆さんは。そうそうそう、劣等感ない、ね、ないじゃないですか。だからそんな人も言いますよたまに。いやっていうのは劣等感なぜないかっつったら私はすぐね全部突き詰めて考えるんですよ、でそうすると世の中の人でねそういうふうに全てに恵まれてる人って誰もいないんですよ、だから大金持ちの人っていうのはねたくさん知ってますけどね必ず待つのが哀れですね。何のための人生だったの、もう身分そうなお屋敷を建てた人必ずね外資に乗っ取られるとか、ああ奥さんに浮気されるとか子供さんが病気になるとか本人が癌になって死ぬとかいろんなことがつけが来るんですよ。でだからお父さん近所にすごい家できたわよ羨ましいわね早くあの家建てて誰しがないわねあんたという必要はないんです。お父さんすごい家できたわよ今に何か起きるわよって言ってだからね人間はほどほどの雨水がしのげるうちがあってでそして、まあ、着るものなり食べるものそこそこにあってでそして愛するお友達なりお友達なり、恋人なり家族なりが誰かいてくれればもうそれが一番ね平和な幸せな人生骨折り損のくたびれもけにならなくて済むんですよね。あのように持っていけないんですもの死んでしまったらうちも土地も財産も誰かのものになっちゃう。だから一時この世で借りてるだけなんですよね。それに気がつけば皆さん無駄なことはしないんですよね、私はだから無駄なことはしたくないんですから、だから腹六分腹八分っていうのがこの人生の一番のコツだと思ってますけどもいかがでしょうか。面白いでしょ、ね、だからね、こんなことねもうめったにないですよ。私はもうね93だから間もなく死にますからねこれが最後かもしれない。それでね美輪さんだってねそのいつまでもこんな美しいはずないと思わないだからね今80ですってね80って見えないでしょ。だけどやがて80に見える日も来るの。だからね美輪さんはね本当にね美しいでしょ。でねご自分がねこう鏡を見てね自分はどうもね人よりもね美しいとね自覚したのはおいくつですか。いえ私が小さい頃にね可愛い可愛いって言われててでそして中学1年に上がるか上がらないかそこいらへんから可愛いじゃなくて綺麗だって言われるようになったんですね。でもあんまり言われてるとねそのありがたみとか実感がないんですね、こんにちはとかそのさよならとかそういうものと同じ感動しかないんですね、ですから当たり前だと思ってるし、で私ね私は家が2軒ありましてね、で昨日も行ってきたんですけども本籍地は山里町202番地、で今では平和町ってなってますけどね、長崎大の原爆の中心地あそこはもろにやられておばなんか住んでたんですけど、私は行ったり来たりしててもう一軒は父方の方で元宿井町って言いましてね、でそこでカフェとかやってで丸山遊郭の寄山地のところで1階がお風呂屋さんで上が料亭 でそういうものをやってましてね、その戦前はその色町でございますよ、でお風呂屋もやってます、でそうするとお風呂屋さんにね、あれが来るんですよ、いろんなお客様が。で今でこそどんなアパートだってお風呂がありますけども、昔はお風呂のある地って尊敬されてくらいで、皆さん少々いいうちの家庭の人お風呂に入りに来ます、で立派な身なりの人が裸になるとえぇ、っていうようなね、本当に干物がこうなんだかそぎ落としたような気の毒な体だったり、それから酔いと負けのおばさんみたいにね、肉体労働者で、もうそれは昔は1年に1回洗い張りするかしないかぐらいで、よそ行きが1枚、普段着が1枚、そういう時代でしたでしょ。そのおばさんね、おじさんが裸になると前夜の彫刻みたいな素晴らしい体が出てくると、来てるものって一式じゃない、
で、この裸がこの人の本物なんだと、それから思って、今度カフェやってますと、民主商売で、町の偉いさんが、いろんな種類の偉いさんが見えるわけですよ。ところが普段行いすまして、こうやってる人がお酒とともに正体を表して、でホステス、女給さんの裾に手を入れたり頭入れたりして、引っ叩かれて酒かけられてヘラヘラしてる。え、この人の昼間の顔一体何なの、嘘じゃない、じゃあこれが本物で。それから私は人を見た時に、着ているもの、容姿、容貌、つまり顔、形、年齢、性別、国籍、肩書き、一切見ないで、目の前にいる人の心が、純度がどれだけ高いか低いか、美しいか優しいか、思いやりがあるかとか、そっちばっかり見るようになったんですよね。だから人々に、私は見えるものは見なさんな、見えないものを見なさい、それは心ですよ、目の前の心はね、どうかって、それだけが問題です。そういう価値観で見るようになったんで、自分が綺麗だとか汚いだとか、そんなことを仮の姿であってどうでもよろしい、とにかくそうじゃなくても美しい心の人もいるわけだし、でまた政府の法則ってね、正しいと書いて負けると書いて、プラスとマイナス、陰と陽、吉と凶、この2つのもので世界は成り立ってて、ものすごく綺麗な人っていうのは、それだけのものすごいツケが来るって。クレオパトラ、楊貴妃、小野小町、ろくな死に方してませんよね。だからまあまあ、女の人もクレオパトラは毒蛇に胸かぶさって自殺、楊貴妃は締め殺されて変死、小野小町は行方不明で野垂れ死に、だからあんまり美しいとね、そういうことになるんで、まあどうにか見られなくもないかなっていう程度のね、ちょうど皆さんぐらいの方がね平和な人生を送れるんですよね。よかったですね、皆さんね、神様に感謝してください。それはね、美しく生まれたからね、こういうことをおっしゃるね。でも私の場合はね、姉と二人兄弟なんですよね。そして姉はね、なんか色が白くてね、小さくてね、可愛らしかったらしいんですよ。でその後に私が生まれたらね、もう来るね、お客がみんなね、褒めないのね、私のことをね、褒めないでね、それでこの子はなんだか賢そうねとかね、丈夫そうねとか言うんですよ。女の子なのに、私がね、それでね、もう物心ついたら、ね、鼻が低いってことが分かったのね。それで色も黒いってことが分かったの。もう私それが恨めしくてしょうがなくてね、昔のね、洗濯バサミってね、木だったのよ、ね、今プラスチックでしょ、木のね、洗濯バサミだったの。それをね、取ってきてね、それでこう綿を置いてね、その洗濯バサミでこうやってね、寝てたんですよ。そしたらね、母がそれを見つけてね、それでもね、お前はね、鼻が低くて色が黒いけどね、だけどね、頭がいいからね、そんなにひげしないでいいってことね、一生懸命ね言う、自分が産んどいてね、責任は向こうにあるんですよ。それでね、何を言うかと思って聞いてたらね、だからもうね、勉強したらいいなって言ってね、ごまかしてましたけどね、もう私はね、それね、皆さんと違ってですね、自分がどうしてね、この程度でね、可愛く生まれなかったかってもうずっと腹が立ってたの。だからね、あなたたちちょうどいいなってね、言って、そんなの嫌よね。だからね、でもね、やっぱりね、私はね、男だか女だか分かんないってね、しかも戦争前だし、戦時中でしょ、封建主義、軍国主義の世の中だから、めめしいって、でとにかく着物一枚でも美しい着物着てたら、なんだお前っつって警察引っ張ってかれて、もんぺいって吐き返されるたり、まあ男は坊主頭で国民服、そういう時代でしたでしょ。ですから、なんだこいつ、女の腐ったみたいな顔しやがってって、だからそういうもののいじめもたくさんございましたよ。でもね、その美しく生まれたことで、まあ、そういうね、損をしたと思うんですけど、美しく、よくぞ美しく生まれた、そのために得をした、自分は幸せだったと思ったことも終わりでしょ。 それはいつ頃ですか、ね、だから政府の法則なんですよ。だから美人薄命とかね、美人薄幸、幸せが薄い、何かどっちかを選ぶかですよね。ですから私いろんな人見てましたけどね、美しい人っていうのはやっぱり
恐ろしいことにね、落差というものが来るんですよ。これは怖いです。で、月原君っていうのは、小さい頃から可愛い可愛い、綺麗だ綺麗だって言われる人も、またそうでない人も、ある程度の年代行くと、みんな横一列に並んじゃうんですよ。そう、並んだ時がね、勝負で、並んだ、例えば同窓会の通知が来ますね。久しぶりで A 君も B 君も C 君も、私ラブレターくれて、そうだ、久しぶりでブイブイ言わせてやりましょう。で、念のためにね、もしかしたらということがあるから、勝負の下着も着て、で、いつもより厚塗りのペンキ工事もして、で、そして同窓会場に乗りつけて、さあ、賛美の眼差しを期待していたら、賛美の眼差しどころか、驚愕の眼差しで見られて、本当にこれあいつ？なんでこんな顔老けちゃったんだ、うわこんなのと一緒にならなくてよかったなんて顔で見られて、プライドは傷ついて、家に帰っても夜もろくろく眠れません。でも若い頃からそうでない人は平気です。同窓会場行きます。いやしばらくだね、元気してる？ちっとも変わんないね。よかったですね、皆さんね、変わらないんですよ。でもね、あのこの頃ね、女の人たち本当綺麗になりましたよ。もうね、あの50のね、50でね、もう女じゃないなんて、ね、悩んでる、そういう雑誌もあるくらいなんですよね。50の人から読む雑誌、そんなの読むとね、もうこれが50かと思うぐらい、本当皆さん綺麗ですよ、美しい。だから それは私はね、女と生まれたからね、もう何を塗ったって何を食べたっていいからね、美しくなった方がいいと思うんですけど、どうでしょうか。それでね、そのね、あの美しさをずっと保ってらっしゃるでしょ、皆さん。そのね、秘訣をね、ちょっと教えてください。そんなことございません。ただ私は、もう二十歳代の頃に一升酒飲んでたのをやめましたでしょ。あ、私今飲んでますよ。で、歌ってる最中に胃けいれんを起こしましてね、これはもう歌い手の恥だと思って、それっきりもう酒はやめて、でタバコも一日100本ぐらい吸ってたんですけども、でこれも大病しましてね、でそれでやめまして、でもうそれ以来私は修道僧みたいな生活です。だからプロモーターのね、請負元の音楽関係者もない、皆さん驚かれます。宿と仕事場と行ったり来たりするだけで、どこにも飲みにも食べにもカラオケにもどこにも行きませんしね。でお芝居私ね、まあ年に1回春と秋にやったりとか、1ヶ月ぐらいありますでしょ。3時間半の舞台出っ張りなんですよ。でも何ともないんですね。ということは節制してますでしょ。本当に節制してらっしゃるんですね。ですから食べるものはお肉はあまりいただきませんね。っていうのはお肉をいただくっていうのは気が短くなって切れやすくなるんですね。だってライオンだって何だって肉食獣は全部どう猛でしょ。そして鳥だってミミズクやタカやワシやみんなどう猛ですよね。だから草食動物とか草食の鳥はみんなおとなしいんです。ですから私食事もなるべくそれに沿うようにして、そしてどんなことがあっても眠るようにしてるんですね。であとは一日一回お経をあげて。皆さんの方が私よりずっとお坊さんらしいです。いや、お坊さんじゃなくて、甘さんです。私も全然反対です。今ね、皆さんがおっしゃった、全部反対をやってるんですよ。それでもね、93まで生きてるのね。だからね、こういうふうにね、一生懸命ね、辛抱することもないんじゃない？だからね、皆さんしかね、私しかね、皆さんね、ご自分で考えなさい。もう私は肉は食べる、お酒は飲むね。タバコはね、途中でなんか、好きにならなかったからやめたんですけどね、一頃はね飲んでたんですよ、随分ね。それでね、今でもね、もう本当にね、いけないっていうものばっかりね、食べてんですよ、飲んでんですよ。それでもね、93まで生きたら長命でしょ。だからね、長生きしたい人はね、私と真似をしたらいいですよ。年を取っても美しくありたいという人はね、三輪さんの真似をしたら